4月27日水曜日の全国の天気をお伝えします。前線の影響で東西日本では朝午前中を中心に傘の出番です。ざっと強まったり雷雨となる恐れもあるためご注意ください。ただだんだんと天気は回復し日も差してくる見込みです。関東ではにわか雨にお気をつけください。北日本も朝はにわか雨の可能性がありますがだんだんと日差しが届きます。ただ北海道では強風や暴風高波に注意が必要です。最高気温を見てみると東京25度、大阪24度など夏日となるところも出てきそうです。昼間は少し暑く感じられそうですので服装で上手に調節を行ってください。北日本では一日の体感変化も大きくなりそうです。詳しい情報お天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。ぜひご活用ください。